今回は大型 EV ヨットブルーノワゴンに関しますインタビューを行いたいと思います。まず、宇和島に、航海に成功しましたブルーノワゴンですが、今回の航海の目的について教えていただけますでしょうか。はい、電動船というものは現在のところ稼働時間や、航続距離といったところに問題を抱えています。で、今回のブルーノワゴンの大阪から宇和島までの航海は400キロという距離を実際に航海することによって稼働時間と航続距離に実用性があることを確認することが目的でした。ブルーノワゴンの性能所言について、教えていただけますでしょうか。はい、ブルーノワゴンはまず全長約10メートル、重さ約10トンの大型ヨットです。大型のリチウムイオン電池を搭載し、ここから電気を得ることによってモーターを動かし駆動することができます。充電には一般的な家庭用コンセントのような系統電力からの充電と、船に搭載されたガソリン発電機からの充電を行うことができます。また制御系には鉛蓄電池を搭載しており、そこに太陽光パネル及び燃料電池から発電を行い充電をすることができます。そして万が一のトラブルに備えてモーターはツインモーターとなっています。続きまして、実際の航行ルートや、その航海の様子について、教えていただけますでしょうか。はい、今回はまず大阪の忠岡港を出発し、神戸方面へと向かい、そこから淡路島の北側を明石海峡の下を抜けて、姫路市に向かい、さらに岡山市へと至りました。そのまま瀬戸内海の北側を進み、次に香川県の三豊に至りました。そして来島海峡を通過後、松山、佐多岬と真冬期、そして宇和島へと参りました。今回は電動船として進むことがメインでしたので、ホーノミを使って風で動くこともできましたが、モーターだけもしくは音モーターによる気搬送によって宇和島までやってくることができました。前半の三豊までは昼間の間に潮が流れていたので順調に進むことができました。それ以降、特に来島海峡を越えてからは潮の時間が逆転し、夜間に潮が進むか追い潮となるために、夜中に宇和島へ向けての航海を続けることになりました。基本的には順調に来たのですが、一度松山から出たところで風が非常に強く波が激しかった時があり、その時だけがちょっと少し大変でした。この時はそうですね、夜間に松山を出て1時間くらいしてくると急激に風が出てきまして、舵を全力で切ってもまっすぐにしか進まず、時には風によって岸の方へとじわじわと流れていくような状況に陥りました。そして船内にいる時には激しい揺れによって船内のものが床に散らばり、同時に僕は背中を何度か打ちつけるようなことになりました。結局引き返すことによって松山市の対岸にある島の公共岸壁に泊まることができ、なんとかしのぐことができたのですが、この時はちょっと死ぬかもしれないと思いました。ただ幸いだったのは、この時に制御系に給電をしていた燃料電池が激
しい揺れの中でも一切トラブルを起こすことなく最後まで発電を続け給電ができるようにすることができました。このおかげでブルナー号の電動鍛冶をずっと使うことができましたので無事に帰ってくることができました。もしこれが発電ができずに電池が切れてしまったら手動の鍛冶のみで帰ることになり、もしかしたら岸に衝突して死んでいたかもしれません。あとはそうですね、これは余談ですが、ちょっと少し印象に残ったこととして、淡路島を抜ける際に九州方面に向かっていますね。ちょうど右側が神戸や兵などの兵庫県、左側が淡路島でした。そうすると右側はすごい白くて綺麗な建物が並んでいる綺麗な町なんですが、左側はなんか緑色と茶色の山ばっかりで、コントラストがかなり印象的でした。でさらに進んでいくと、右側というものはだんだんと町が外れに向かい、最後は工業地帯に変わり、その先はあまり左側と区別がつかなくなっていきました。初日は姫路市に着いたのですが、姫路市の中でも外れの方にあったのか、岸から20分くらい歩かないとコンビニがないようなところでした。ただその次に向かった岡山市ではさらに偏僻なところだったのか、岸から30分くらい歩いてやっとコンビニがあり、そこからさらに30分くらい歩くことでやっとラーメン屋のような食事をするところがあるというようなところでした。そしてさらにそこから進んだ時にはついにコンビニがなくなり、夜の8時前に閉まるスーパーくらいしかなくなってしまい、進むにつれてだんだんと買い物というか補給に苦労するようになりましたというようなことが少し今回来た時に印象に残っていることです。非常に、面白いエピソードでした、ブルーノア号は、電動船ですが、この船に関しまして実際に航海を行って初めて分かったことがありましたら教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、まず最初に言っておきたいことは、ブルーナー号は現在のものでも十分に瀬戸内海を渡り宇和島まで大阪から来ることができたということですね。もちろん既存のガソリンや軽油で動く船に比べたらスペック的には課題もいろいろありますが、まあそれは個々の問題として一つ一つ構成部品などをパワーアップさせていけば解決する問題です。例えば具体的に言いますと、今回ガソリン発電機を使って海上で充電をしながら船を進めました。全力で船を動かしてしまうと充電が給電に対して追いつかずにいずれ電池がなくなってしまうのですが、ある一定以下の速度で進んでいる限り充電を常に使うことによって電池容量を維持することができ、燃料が続く限り動かすことができました。そのためとりあえず次に向かうときには発電機のスペックを1段階向上させれば、全力で動いてももう燃料が尽きない限り電動船として進み続けることができるということが分かりました。また、今回瀬戸内海なので安全だと思っていたんですが、一回遭遇した松山の嵐ですね、そこで燃料電池という水素エネルギーを用いた発電機が夜間の激しい揺れの中でも一切トラブルなく常に動くことができました。またこの燃料電池は
宇和島までの航海の期間、常に動き続けていて、ずっと発電を続けることができました。そのため、そうですね、あな最終的には将来的にはこういうものを使えば長距離の場合も石油がなくなっても動くことができますし、その前の段階でも船の安全性を確保するために安定的な発電というのが行えるということが分かりました。で、一つ、今回そうです、無事に宇和島に来ることができまして良かったなということは、オルドバイセオリーのお話を前回行いましたが、これから先社会っていうものがどん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 大変になってくれば、船を用いて実際に動かすって移動するといったような実験っていうのはますますしづらくなると考えられます。で、その前に実用性のあるもの、特にプロトタイプ、ひな型としてのものが実際に作れ、そして来ることができし、使えるものだと示すことができたということが、一つ価値があることかな